ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、スーパーマン。監督は、リチャード・ドナー。1978年の作品です。おそらく世界で一番有名なコミックヒーローの映画化です。これまで、スーパーマン、といえば、50年代に人気を博したテレビシリーズ版のジョージ・リーブスの印象が強かったのですが、この映画の公開により、無名だったクリストファー・リーブは、かつてのイメージを払拭し、スーパーマン役の俳優として一気にその知名度を上げました。共演はマーロン・ブランド、ジーン・ハックマンほか、続編はスーパーマン2から4まで作られ、リーブが創生した後、同設定で俳優だけ交代したスーパーマンリターンズも制作されました。最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。